日本神奈川県川崎市川崎区千鳥町千鳥町は神奈川県川崎市川崎区の町名。1974年2月15日に住居表示が施行されている。郵便番号は210-0865。面積は2.07平方キロメートル。千鳥町周辺の空中写真。国土交通省国土画像情報をもとに作成。 2007年4月撮影の8枚を合成作成。四方を運河に囲まれた埋め立て地であり、川崎港の中心地として港湾関連の施設が存在するほか、工場や東京電力の川崎火力発電所などが所在する。千鳥町は北端で千鳥運河を挟んで野行に接し、東端では大衆運河を挟んで浮島町に接する。南端では 京浜運河を挟んで東大木島に接し、生端では塩浜運河を挟んで水江町に接する。これらの町域はすべて川崎区内であり、千鳥町は区、堺や市堺には接していない。当地はもともと海面であり、明治末期に新田開発が行われたこともあったが、本格的に造成が行われ始めたのは1937年からで、神奈川県が 京浜工業地帯の工業用地とするために始めた事業であった。太平洋戦争に突入し資材も不足していたが、横須賀海軍工廠の川崎分工場として使うため1943年に売却され、その後も他工区を差し置いて工事が進んだが、廃線に伴って工事は中断した。軍事施設であったため戦後はアメリカ軍が占拠していたが、 復興に必要との判断から、川崎市から払い下げの働きかけを行い、大倉省と米軍の同意を取り付けて、およそ9600万円で市へと払い下げられた。神奈川県が工事を始めた戦前の段階で、漁業権は一旦決着していたが、工事中も暫定的に漁業を認めていたこともあり改めて交渉が行われ、1956年に交渉が妥結し、 その中で本格着工も翌1957年3月と決められた。当初、市は公費の確保のために悪戦苦闘していたが、横浜港もアメリカ軍が接収していたことから、戦後の混乱した情勢の中で食料や輪鉱石の輸入用の港として運輸省が当地に着目していたこともあり、ちょうど同時期に成立した。 港湾整備促進法による政府融資が受けられることとなり、本格着工に間に合わせることができた。埋め立て地の計画段階では、西側半分を住宅地や公園とする予定であったが、工業用地としての需要が殺到した結果、港湾施設や道路以外の用地をすべて工業地とすることとなり、石油化学工場やエネルギー源としての東京電力、川崎火力発電所が、 新出企業に選ばれた。土地の売り上げは51億円という額となったが、自然体が財政難にあって他事業にも転用され、港湾整備に使われたのはそのうち20億円にとどまった。千鳥町と本土を結ぶために最初に架けられた橋は木造で老朽化や危機台風の襲来により、自動車の通行も困難となっていた。そのため、 1949年に専用線の橋梁がかかった後には、専用線の運行がなかった昼間に角材を敷いて、自動車を通すということも行われていた。終戦後の混乱で資材の手配も困難な中、市内でかけられる予定があったものの放置されていた、古戦橋の橋桁を転用して、1952年に道路橋が開通した。埋め立てる前は、当地が、 千鳥の群れる寄りすであったことから、貨物船である神奈川臨海鉄道の千鳥線が通り、千鳥町駅が所在する。川崎港の不当があり、倉庫や税関、県駅など関連する施設が所在する。川崎市交通局の路線バスが川崎駅と当地を結ぶバスを運行している。川崎港湾合同庁舎と横浜税関川崎税関支所 公立の小中学校の校区は、千鳥町全域で、川崎市立四谷小学校、川崎市立南大市中学校となっている。ありがとうございます。